ソゲーマーの実力見せてやるよ。そのみんな早く戻ってくるといいな。あうん、そうだね。って、なんで俺は出会ったばかりのやつと留守番なんだよ。こういうのはコミュ力担当のペンシルコンの役目だろうに。いい天気だね。ああ、うん。よりにもよって一番の色物キャラと二人きりになってしまった。いや、落ち着け僕。こういう事態の時こそモブらしい行動を心がけねば。まずはこういうのって触れていいのかわからないけど。おう、なんだ。なんでそんな格好してるの。そんな格好。あ、いや、その被り物とか、そもそもなんで上半身裸なのとか。まあこの反応が自然か。俺としたこともこの装備に恥じらいがなくなってきてる気がする。この場にエムルがいたら、あることないこと武勇伝をでっち上げてくれたかも。いや、そりゃないものねだりだよな。理由を聞いてみたけど、まあおおよその予測はできちゃうわけだ。こういう一見色物キャラが凄腕の実力者だったというよくある設定、そうに決まってる。実はこれ、とあるモンスターにつけられたやつでさ。なるほど、モンスターね。ふふ、知ってる知ってる。自然の中で過ごしてクマとかイノシシとか倒してましたっていう野生児パターンでしょ。その時につけられた、強いて言うならマーキングみたいなもんかな。マーキング。うん、リュカオーンのマーキングってやつでさ。あ、呪いって書いてマーキングって読むんだよ。その話詳しく。え、おお。というわけで、野獣のリュカオーンっていうクソ強いモンスターとソロでやり合ったらつけられたんだけど。リュカオーンのマーキング、何それ、超かっこいい。モンスターの名前もさることながら、呪いをマーキングと読ませるところにセンスを感じる。あ、いかんいかん、ちょっとテンション上がりすぎた。でもこの人は僕の想像以上にかっこいい過去を持ってるみたいだ。うん、もうちょっと話を聞いてみよう。いろいろ掘り出せるかもしれないし。それでマーキングと反乱に関係があったりするの。あれ、なんか食いつきがいいな。心なしか目も輝いてるような。よくわからんが、シャンフロについては部外者だろうし、まあちょっとぐらいいいか。マーキングを受けた部位には装備品をつけられないんだよ。おかげで反乱を強制させられてるってわけ。他にもいろいろ大変なんだ。雑魚敵はこの姿を見ると逃げ出すから、常に格上と戦わないといけないし。ほほう、このこだわりを感じる設定、間違いない。彼は正真正銘かっこいい系ネームドキャラだ。であればだ、この鳥の人を活躍させて、僕は影からそれを支える。いい感じの影の実力者ムーブじゃない。はは、わかったぞ。シド、こいつはズバリ俺のシャンフロでの冒険に興味があるってことだな。しかもそれが現実の話だと思ってる。違うか。なら聞かせてやろう、とっておきの冒険探をな。実はこの前もものすごい事件に遭遇してさ。聞きたいか。聞きたい。なんと俺、
誰も知らないウサギの国に行けるようになったんだ。ウサギ？そうそう、可愛いウサギからめちゃ強いウサギまでいて、しかも強力な武器を作ってくれて。うん、そっか。明らかにテンション下がっとる。これじゃなかったか。なんか悔しいが、こうなったら。なんか急にメルヘンな話になったな。かっこいい系かと思ってたけど、ちょっと違う？いや、もっと出るはずだ、かっこいい話が。それなら、その、もうちょっと教えてくれないか？シドの好きなこととか、ものとか。うん、僕ももうちょっとサンラクのことを知りたいかも。いざ尋常に。そろそろ眠いな。クレセントボンバル。どうだ、見たか、パーフェクト。